皆さんはご存知だろうか。ペイデイ2、強盗ゲームのことを。警察と強盗の打ち合い。倒れていく警官隊。盗まれていく金。巻き込まれていく一般人。増える犠牲者。そう、一度の強盗で100人以上の者が命を落とすことも珍しくないゲームだ。しかし、このやり込みでは、犠牲者を一人も出さず、通常4人協力プレイのところを一人で、しかも金を全て奪っていくという、究極の完璧平和主義プレイである。このやり込みをやるに至って、発砲音で民間人を威嚇するスキル、チェンソーをアンロックするスキル、敵を味方につけるスキル、そして電子妨害装置を2つ使えるスキルを使用した。それではスタート。まずは監視カメラ室の警備員を仲間につける。その後残り3人の警備員を仲間につける作戦だ。しかし一筋縄ではいかない。まず、警備員室を開けるためにはカードキーが必要だ。今回のやり込みプレイでは、できる限り早くクリアすることを目標としているのでカードキーは使わず、チェンソーを使う。しかしチェンソーの音で通報される恐れがあるので、ジャマーを使用する。このジャマーは20秒間しか持たないので素早い行動が要求される。そして警備員を殴り、合伏させて味方につける。合伏までは3アクションある。警備員は一度につき1人しか合伏させることができないので、3アクションの前で各警備員を止める。ちなみに警備員は目を離すとすぐ反撃するのでこれまた素早い行動が要求される。3人の警備員を順番に回り、確実に合伏させていく。しかしまだ問題は残っている。建物内の民間人はチェンソーの音で降伏したがまだ外に4人ほどの民間人がうろついているのだ。なので外にいる民間人を威嚇しつつ均衡を破る作業を続けないといけないのだ。民間人の配置位置は毎度ランダムなので隅々まで見て回らないといけない。しかも必ずマップ上にいるわけではなく、マップ外を行ったり来たりするのだ。今のところ、残り2人の民間人の姿は見当たらないので素早く金庫にドリルを設置しに行く。ひとまずドリルの設置は完了。あとは外を見張りつつ、時々と丸ドリルを直しながら金庫が開くのを待つ。そしてついに金庫が開く。これから札束をバッグに詰め、車の中に入れるのだが、民間人から少しでも目を離すと通報されるので交互に作業しながら進めていく。そしてついに最後のバッグ。ついにおしまいである。ちなみにこれは17テイク目である。それとすでに100レベルなので経験値は入らない。それではご視聴ありがとうございました。ペイデイ2は面白いゲームなのでみんなもプレイしましょう。じゃなくてしろ。